はい、お時間になりました。午後のクイズのお時間です。ではですね、タツノコクイズ市内おすすめスポット巡りスタートします。はい、こちらですね、今から動画を見ていただきながら3問出させていただきます。で、1、2、3の答えがそれぞれ用意されていますので、何番かというのをですね、3問分しっかりメモっていただいて、最後にチャットで答えていただくんですけれども、そのチャットのですね、答えが合っていて早い方にプレゼントをご用意しております。ではちょっと早速ですけれども、チャットでお答えくださいっていうふうに書かせていただいております。で、個別でですね、もし当たった方というか、もう当たって早かった方には、チャットでですね、ご連絡させていただきますので、ぜひ、頑張ってやってみてください。で、また、ウェブ検索、これ OK ですので、そちらの方も、ウェブ検索しながら当たっても大丈夫です。というのと、これ今 YouTube でも配信しておりますので、YouTube でお答えいただく方もいらっしゃいますので、そこもですね、両方見て早い方を、採用したいと思いますので、皆さんぜひ参加していただけたらと思います。ということでですね、今回子育てに、子育て家族に向けたタツノコ親子フェスということなんですけれども、こちら、午後の、こちらのクイズもぜひ楽しんでいただきたいなと思います。じゃあ皆さん、早速心の準備はよろしいでしょうか。クイズ始めていきたいと思います。はい。じゃあちょっと動画をご覧ください。はい。じゃあ現場に来ました。関口さん、じゃあちょっと最初のスポットということで、こちらの場所の名前は？こちらの場所の名前は、タツノコ山になります。はい。ということで、今日、まあ、遊んでる人たちがいますが、はい、普段子育て世代の皆さん結構来られてるんですか？かなり多いですね。休みの日になると芝生の広場とかにはテントが立ってたりとか、はい、かなりお子さん連れの方には人気の公園になってます。じゃあ龍ヶ崎市、一押しの、はいはい、ここは一押しです。はい、大人も楽しめます。大人も楽しめます。おじいちゃんおばあちゃん孫と一緒に滑ったりとか。あ、そうなんですか。はい、何世代で滑る。他にはどんな遊具が。他にはですね、アスレチックであったりとか、はい、ボルダリングのウォール、ちっちゃいのこういうところで登ったりとか、子供たちがワクワクするアスレチックが。ちょっとじゃあぐるっと見てもらって、ああいうこう、なんでしょう、ちっちゃい子が遊べる遊具とか。あ、そうですね、はい、ちっちゃい、まあ、2歳とか、はい、1歳とかのお子さんが遊べる遊具なんかも取り揃えてます。なるほど、はい、あと、なんか舞台もあるんですね。そうですね、ステージ、まあ、今の時期ちょっとイベントがね、なかなかできないんであれなんですけど、ああいう場所で地域の祭りをやったりとか、はい、そういうこともやったりしてます。なるほど。あとはどんな風に遊んでもらいたいですか？ここはどんな人に来てほしいですか？やっぱりお子さんで体を動かしたいなっていう人とか、やっぱちょっと、まあ、都内からだと若干遠いかもしれないんですけど、千葉とかそういうところからだったら1時間とかでも来れるんで、車で、そういうちょっと下お出かけのスポットにいいのかななんて思います。はい、ぜひ皆さんも遊びに来てください。龍ヶ崎市の小中学校の校歌によく入っている山の名前です。ここタツノコ山から見えるあちらの山はの名前は何でしょう？1、カバさん。2、ヤミゾさん。3、筑波さん。はい、これでしょう。こちらです。これ晴れてたらもっとくっきり見えるんですかね。そうです、もっとくっきりですね。ちょっともやってますけど、ね、この景色を見に皆さんもぜひ現場に。はい、ということで3つございましたね。3つの山の名前、どれだったか皆さん答えていただきたいと思います。カバさん、ヤミゾさん、筑波さん。これですね、一旦そのもう一回ルールをお伝えしましょうか。3問ありますので、3つですね。
あ、今回メモっていただいてもいいんですけど、3問全部揃った時点でまた皆さんぜひチャットで打っていただけたら嬉しいです。はい、じゃあ1問目こちらでした。はい、そしてちょっと皆さんにですね、もう一回ちょっとお伝えしたいなと思うんですけれども、ここで少し、プレゼントのですね、ご紹介をさせていただけたらなと思います。ということで、ちょっと一瞬こちらの方の、はい、じゃーん、こちら特産品が詰まっております。正解先着3名様にはこちらのプレゼントをご用意しておりますので、皆さんぜひ、頑張ってくださいね。はい、ということで引き続きチャットでお答えいただきたいと思っています。はい、ということで3問出しますよ。今のが1問目というふうになっています。じゃあ続きまして、もう1問見てみましょう。こちらですね、2問目となっております。はい、じゃあ3番に参りました。どうぞ。ここに来るかな。
られるよというようなことを思っていただいて、気軽に遊びに来ていただけたらなと思います。はい、ではクイズをお願いします。はい、サンサンカには電車は走るよというお歌があります。もう一つ、何々は走るというお歌もあるんですけれども、その何々は何でしょう。はい、1、車、2、三輪車、3、お馬さん、どれでしょう。こちらですね、三三館さん、本当にオリジナルの曲をたくさん作られてるんですね。で、先ほどの、他に何が走るでしょうというところを、皆さん当てていただきたいと思います。ネット検索も OK なので、皆さんぜひ当ててくださいね。これ今 2問目になっておりますので、3問出しますので、こういう感じでですね、例えば122とか132とか111とか、そんな感じで最後、打っていただいて、一番早い方、正解の早い方に、プレゼントさせていただきたいので、皆さん最後の1問も頑張ってみていただきたいと思います。これ待ってるよみたいなのがありましたっけ。ちょっと見てみましょうか。はい、大馬さん、さてどれでしょう。これでしょう。待ってるよ。はい、という本当あったかい感じのね、場所ですし、人も本当にあったかくて、ちょっと幸せな気分になる三三館でした。はい、ということで3問目見てみましょう。どうぞ。はい、ということで、タツノコアリーナに来ました。はい、イエイ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 。上原さんです。よろしくお願いします。お願いします。上原でございます。はい、今日はじゃあこちらの紹介よろしくお願いします。任せときなさい。はい、ということで龍ヶ崎市なんですけども、はい、スポーツが盛んって聞いてきたんですが、おっしゃる通り、はい、龍ヶ崎市はですね、スローガンとしてスポーツ健康日本一、これを目指しておりまして、ものすごいたくさんの団体様がですね、いろいろなことを努力をしまして、日々運動で汗をかいております。そしてこの中がアリーナ、体育館になります。ただの体育館じゃないんですよ。それでは中でご確認ください。いやー、お待たせしました。トレーニング室、一緒に行きましょう。体育館にしてはとってもレベルの高い機器が揃っちゃってます。どうぞ。はい、こんにちは。すごい、なんか。はい、どうぞどうぞ。ありますね。そうですね。シニアの方だと200円。普通の一般の方は420円ですけれども、まあ、3時間使い放題になります。スポーツクラブレベルだと言っても過言ではございません。で、今もちろんコロナ対策のこういうフィルムとかもちゃんとつけてます。自転車、それから走るやつみたいな形でテレビもあって、筋トレの、そうですね、多いとやっぱり2、30はいたりしますね。なんかカラフルな、それはどうですか。ストレッチコーナーですね。そうなんですね。ここで寝そべってストレッチするのも運動ですよね。あとここがもう少しこうちゃんと重たくやりたい人、いわゆるフリーウェイトコーナーなんですけども、なかなか先ほども申しましたけど、体育館のちょっとしたトレーニング室にこういうのが2台もあったりっていうのはなかなかないんです。なのでパパさん世代だと仕事の後にちょっとやるかなっていうのにはもう十分ですね。プールだけ行こうかね。この後プールもご案内しますね。では行きましょうか。はい、せーの、ほれ、ぽっぽっ。
はい、プールです。着きました。はい、プール。今ですね、見てください、これ25メートル8コース、非常に常に水温が30度キープされてますので、冬も夏もという形。あと、あの奥の方見えますかね、なんとなくちらっと この辺から見ていただけると見えますか。あの実は、はい、滑り台幼児用プールありますけど、その奥ですね、奥お外にも、はい、屋外プールがございます。流れるプールになってまして、7月の海の日から8月31日まではお外も使えるんです。へー、流れるプールです。ちっちゃいですけども、もうご家族最高、うん、ですので、もう夏はあのみんな家族の人は外で、そうじゃない時は中という感じになります。ちなみに、あそこは見えないか、あのウォータースライダーというのもございます。こちらの方は、身長制限はあるんですけれども、子供がプールからこの外を回ってまた中に着底するっていう、すごい斬新な作りになってますので、ぜひあのウォータースライダー、それから夏場は屋外流水プールで、それ以外の時はこちらの25メートルプール8コース、ぜひ使ってください。どこですか、これは。ここはですね、あの幼児一時預かりのお部屋になります。かわいらしい、これまた入り口ですね。そうなんですよ。で、ここはあの例えばママがですね、ちょっと運動したい、でも子供って預けれない、あどうしようって言った時に、もしよければ預かりますけどっていうお部屋で、はい、ちょっと入ってみましょう。はい、こんにちは。こんにちは。このように可愛いお部屋になってまして、先生たちも2人さんに待っててくれているので、ここで、お子ちゃんが遊んでいる間にママが運動すると、そんなようなお部屋になります。可愛いお部屋ですよね。全部手作りで先生たちが作ってくれてるんです。安心して預けてね。そうなんです。トレーニングとかってもできる。先生ありがとうございます。おいで、こっちおいで。ずっと痛いでしょ、そこに。またねってやってね。またね。またね。また来てね。またね。僕、はい、あの、はい、降りてきていただけますか。どうもどうもどうも。どうもどうも。こんにちは。どうもどうも。はい。お名前が。あの有名な、わかります、はい、あの有名な、わかります、はい、クレイジーユーです。どうも、こんにちは。こんにちは、ありがとうございます。またあの引き続きご案内いただけますか。はい、こちらが今度サブアリーナになりますね。ちょっと見ていただいてもよろしいですか。はい、まあ、このようにすごい天井も高くて、バスケットとかバレーボールとか卓球とか、そんなことがやれるようなになってます。まあ、あのいろんな用途があるんですけれども、はい、まあ、ここにはですね、体育館にはなかなかないですね、ボルダリングという壁があるんですね。はい、大人でもですね、運動としてもいいですし、まあ、お子様的にも非常に、遊びとしてもできますしね。はい、まあ、一番上のところに触るみたいな、で色をこう決めてね、この色しか使っちゃダメだよとか、あいうのがあったり、あと、まあ、変な話ね、ちょっと時間を競うとか、そんなこともやりますので、最近ではあのスクールも実際やらせていただいてます。ボルダリングスクール、満帆でございます。満帆でございます。楽しいですよね。そうなんですね。で、彼が先生になりますので、はい、まあ、どんどん、ね、ちょっとせっかくですからね、どんな感じなのか。それでどうやって登るんでしょうか。なところ。そうだ、じゃあ見せましょうか。おおお。おお。そんな。おお。早い。早いな。という感じですね。ああ、素晴らしいですね。ということでですね、ご家族でも楽しむこともできますし、スポ
ーツ、ね、最近皆さんご存知だと思います。オリンピックでもありましたけど、スポーツとしてももちろんあの楽しむことができますので、タツノコアリーナの、まあ売りになるかと思います。ぜひご家族でお遊びにいらっしゃってくださいませ。はい、ではクイズをお願いします。タツノコクイズ、はい、今後ろにですね、ウォータースライダー、すごい立派なウォータースライダーがあるんですね。でこのスライダーについてのクイズになります。さあ、後ろに見えたこのウォータースライダー、一体何メートルあるでしょうか。1番5メーター。よしよし、じゃあ行ってくるね、滑るね、滑るね。短い短い。それでは2番35メートル。ちょっと待って、あるある、うん、2番で終わりかい。3番が3番、まだまだ迷うな、迷う。100メーター、長っ。な、一回行っちゃった、信号行っちゃった、長っ。さあ、答えはどれでしょう。おい、タツノコアリーナで待ってます。はい、ということで最終問ですよ。さあ皆さん、チャットでお答えください。どうでしょうか。事務局が見とります。お、続々と来てますね。さあさあ、どんどん来ております。はい、番号でお答えくださいね。順番に打ち込んでいっていただけたらと思います。はい、 YouTube の皆さんも頑張ってくださいね。はい、じゃあですね、あ、はい、後ほどで、はい、じゃあこちらですね、はい、チャットでお答えいただきつつ答え合わせをしていきたいと思います。はい、じゃあ行きますよ皆さん。はい、答えは312でした。正解した方おめでとうございます。はい、正解された方には事務局からご連絡がいきますので、はい、先着3名の皆さんですけれども、行きますので連絡がいきます。はい、お願いします。で、何が届けられるかというと、こちら、プレゼント、先ほどもお伝えした特産品です。楽しみに待っておいてください。先着3名の方、おめでとうございます。はい、それとともにですね、ちょっとサンサンカーの先ほどね、歌があったと思うんですけれども、これ YouTube に上がっておりますので、その曲も聴いてみましょう。はい、じゃあちょっと聴いてみましょうね。さあ、じゃあ今度はドライブに行くよ。ハンドル持っていいかな。出発進行。走っておりました。こちら、動画となっております。皆さん、正解できましたでしょうか。サンサンカーの歌ですね、聞いてみていただきましたということでですね、以上をもちまして、タツノコクイズ市内おすすめスポット巡り以上とさせていただきます。YouTube の方と Zoom の方と見せていただきまして、先着ですね3名の方には事務局からご連絡が参りますということで、先着3名に3位以内に入られた方おめでとうございます。